高評価とチャンネル登録はさらいみだ。本日はナプノマの、9話の予告のご紹介になります。いやー、ナプノマね、最近本当に毎回泣かされてますが、いやー、8話良かったですね。ね、皆さんご覧になった通り、カンオがね歩けるようになって、ご覧の通りみんな喜んでくれてますとね。うん、こんな街あるかな、まだ韓国にね、こういうこうね、住民たちがね、こんなにこう親戚のように集まるようなとこあるのかな、まだ。日本はどうでしょう、日本もあんまないんじゃないかな。いやー、本当にね、すごく、まあ最近ね、仕事が忙しくていろいろ悩んでたりする方には、こう心がすごいこう温まるような、ドラマだと思いますが、まあいよいよね、これから9話の予告ご紹介していきますが、カンオがね、なんで、ひどいことをお母さんにしてしまったのかみたいなことが明らかになるっていうのが9話からですね。まあ実際ね、もう3週間しか残ってないんですよ。14話までしかないので、あと6話、9、10、11、12、13、14で、あと3週間、うん、今週含めて3週間なので、あっという間に終わると思います。なのでみんなでぜひ、注目していきましょう。では、9話の予告をご覧ください。제가왜뭐때문에여기법대에와야만했는지빨리비가있으니까너일어나서다먹자열심히공부해서판검사되고나면아무도널무시하거나괴롭힐수없어그게진정한힘인거야목적을위해선수단방법가리지않는비겁한속물들은거네先ほどもねお伝えした通り、9話からいよいよ、カンオがなぜ、ひどいことをしてしまったのか、まあここに書いてある通り、僕がなぜ法学部に入らないといけなかったのかっていう真実がね明らかになりますと、なので過去をこうね振り返るシーンが9話から多くなるのかな。まあお母さんがね、USB みたいなチップを、見つけてくれたから、そこからいろいろと分かるようになると。まあ、お母さんはね、ずっと前々から言った通り、열심히공부해서판검사되고나면아무도널무시하거나괴롭힐수없어と、ね、言ってくれました。なので、それでね、カンオは頑張って勉強して、ね、検事になったわけなんですが、ですが、まあ、検事になっていろいろこうね、過去の、事件事故を、簡単に閲覧できるようになったんでしょうね。なので自分のお父さんの、死の真相についておそらく、分かってしまったと。だからまあ水とね、別れたりしたと思いますが、あとはこれですよね。目的は目的を위해선수단방법가리지않는비겁한속물된거ということでね、過去を知ってしまったカンオはですね、わざとこの孫会長ですよね、自分のお父さんを殺してしまった、孫会長に、近づくと。かつ、まあ後で出てくるんですけども、お手数ですよね、元検事だったお手数にも、お手数の娘ですね、全くね、好きでもないのに結婚までしようとしていたと、全てが、復讐のためですよね、なのでこの復讐、カンオの復讐の真相が、9話10話で分かるようになって、残りの4話でどういうふうに復讐していくのかっていうところもね、
気になるところですよね。このままだとカンは、記憶も戻るんじゃないですか、ね、歩けるようにもなったから記憶も戻って、で証拠もあるんでしょうね。でそれで、オテス、村会長に対して裁判をかけるんじゃないかと思われますね。아직임관식도안했는데결혼식은무슨그일뭔지알고싶어여기오하영이오태수고검장님따님이거든송회장님께서아들로받아주신순간이미남인분입니다 いや気になりますね。 Q は早く見たいなすごく気になるな。아직인간식도아닌데결혼식은무슨って言ってますが、やっぱミジュとはね、ミジュがねどれだけサポートしてくれたのか、ね、ご飯作ってくれてね、パンツまで洗ってくれましたよね、パンツまで洗ってくれたね、ミジュに対して当然、カンはね結婚を考えていたんですがね、お手数本会長も過去の、事件に事件の真相にねを知ることになって、どうしても大切な水と、お母さんを守るために、自らね、身を引くことになってしまったと。クイモンジャーゴシポ、クイモンジャーゴシポはどうやって誰に伝えてるのかな、すごい気になるんですけども、記憶が戻ってミジュにその時なんでこんなことしたか知りたいみたいなことを言うのかな。まだちょっとね早い気はするんですが、だから一人のナレーションなのか、もうミジュに過去の記憶が戻ってミジュになんでそんなことし、ひどいことしたか、こう言い訳ができる瞬間が来るのか。まあ、ミジュはねやっぱりカンのことまだ好きじゃないですか。もうね、いや、ミジュの演技も素晴らしいですよね。もう気持ちがすごく伝わってきて、お母さんとカンの関係だけではなくミジュとの関係でも涙を流すぐらい、あとはこの여기이오하영이오태수고검장님따님이거든、なのでもうね、このね、おはよう、オテス、オテス氏の、娘、に、わざと、近づいて、結婚まで、しようとしていたと、完全犯罪を、目指そうとしてたけど、ね、どうなるかわからないから、ちゃんとね、全ての秘密が記録されたこのチップを、隠していたんでしょうね。で最後、회장님께서아들로받아주신순간이미남인분입니다。これいきなり出てきたんですけど、おそらくこのもう他人ですっていうのはお母さんに言ってるんですかね。なのでお母さんはもう他人ですと。なのでもうこの事件に介入しないでくださいと。僕が何とかしますということを言ってんのかな。でこれをね、残してくれたカンは、この未来を予測していたと。まあね、ひどいことする2人だから、もしかしたら何かされるかもしれないっていうふうに思ったんでしょうね。だけどこれからね、これから復讐が出てきますね。どうやって復習していくのかっていうのはね、これからになりますが、まあ、いろんな人の予想では、オテスの、何不倫してた、人、女の人の、子供は、2人とも生きてるんじゃないかっていう、要はまあ、ああいうふうに多分おそらく皆さん覚えてらっしゃると思うんですけど、車をね川に流してたじゃないですか、押してたじゃないですか。
これはね、ただの演技であって、実は二人は生きていた。だからその二人をね、法廷などに、証人として、まあ、2人って言っても赤ちゃんだからね、その不倫、相手を法廷に呼び出すんじゃないかっていう予想になっておりますと。まあでもどうなるか分かんないですね、なので、カオが、記憶が戻ることで水との関係、あとは復讐、いろいろ気になる、ナプノマですとことですね。なので今週水木もぜひみんなで楽しんでいきましょう。ではまた。Sound when I shut the door.